今年の6月初旬から始まったウクライナ軍の反転攻勢作戦において、南部ザポリージャ州の攻撃軸では9月に交通の要衝トクマクの北にあるロボーテネを奪還し、その東側のベルベイブ郊外に到達するなど進展が見られていたんだけど、10月に入ってからはウクライナ軍の前進を伝える動画や画像などがインターネットや SNS 上で見られなくなっているよね。実際、ウクライナ軍の前進が停滞している可能性が指摘されていて、この先厳しい冬を迎える前の奪還の可能性が語られていたトクマクへ到達することも難しいのではないかとの見方が広がっているぜ。さて今回はそんなウクライナ軍の反転攻勢に大きな動きがなく、停滞している件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ザポリージャ戦線で攻勢に出ているウクライナ軍は、9月下旬にベルベイブの西郊外に構築されていたロシア軍の防衛ラインを装甲車両で突破したとする動画や、ロボーテネの南にあるノボプロコキフカに到達していることを示す動画や画像が確認されていたが、そこからさらに前進したかどうかについては動画や画像などの視覚的証拠が公開されていないため、ベルベイブ方向に進撃していたウクライナ軍はさらなる前進を阻まれ、ノボプロコキフカに到達したことも一時的なものである可能性が高く、ベルベイブもノボプロコキフカもドリラも未だにロシア軍が支配しているものとみられているよ。ザポリージャ州における攻撃軸に関する視覚的な情報が10月に入って少なくなっていることから、やはり情報がなく停滞しているとみられているドネツク州南部から海軍歩兵4個4団がアゾフ海のマリウポリや、ペルジャンシク方面を目指している攻撃軸と同様に、ロシア軍の抵抗によって進撃を止められているのではないかとの声が高まっているんだ。その一方でザポリージャ州における停滞の理由については、ロシア軍の抵抗によって前進ができなくなったためばかりではなく、ここまでの戦闘においてウクライナ軍もロシア軍ほどではないにせよ大きな損害を被っているとの見方から、ウクライナ側が意図的に進撃を止めた上で年内のトクマク攻略を諦めて部隊の再編成を実施している可能性があると見る向きもあるぜ。その根拠として、あるオープンソースインテリジェンス OSINT アナリストによると、ここ最近インターネットや SNS などで出回っている動画や画像において、ザポリージャ州でドイツ製のレオパルト 2A4 2両が損傷して1両が遺棄されたことが確認されたことが確認されているな。ウクライナ軍にはこれまで西側諸国から、ドイツ製のレオパルト 2A4 40両、レオパルト 2A6 21両、レオパルト 1A5 20から30両、スウェーデン製のスターブ122が10両に、イギリス製のチャレンジャー24両、アメリカ製の M1AH エイブラムス31両などが供与されていて、レオパルト1とレオパルト2は今後さらに北大西洋条約機構NATO加盟国などから供与され、これら戦車は運用上の都合に配慮されてそれぞれ車種ごとに別々の部隊に配備されたよ。レオパルト 2A6 は陸軍第47独立機械化旅団に配備され、レオパルト 2A4 は陸軍第33独立機械化旅団に配備され、その他、スターブ122が第21独立機械化旅団で、チャレンジャーには空中機動軍の第82独立空中強襲旅団に配備されたことが明らかになっているんだ。そのためザポリージャ州においてレオパルト 2A4 の存在が確認されたということは、この戦線で戦闘を実施していた第47独立機械化旅団だけでなく、この戦車が配備されている第33独立機械化旅団も投入されていることを意味しているのであるが、このことについては第33独立機械化旅団を追加投入したのではなく、第47独立機械化旅団の休養と再編のために交代した可能性が高いと見る向きが多いみたい。現在の戦況からウクライナ軍が長期戦を覚悟し、オランダなどからの供与が決定してウクライナ軍パイロットへの訓練が実施されている F-16 ファイティングファルコンが、来春までに配備され運用可能になる時を待って再び反転攻勢をかける戦略に切り替えたのではないかとする見方も出ているね。また、ロシアとの基本的な国力の差から西側諸国の支援に頼らざるを得ないウクライナにとって、
この先の作戦計画を練る上で最も頼りにしているアメリカにおいて、約600億ドル約9兆円もの軍事支援が確定しないうちは、次の作戦計画を立てることが難しいために部隊の前進を止めざるを得ないのではないかとの見方もあり、パレスチナ問題でバイデン大統領が奔走している現状においてウクライナは動きようがないということもまた理由の一つだろうな。そのような状況を見越したのかロシア軍は、ドネツク州のアウディーユカの攻略を目指し、強力な機構部隊を投入して包囲しているとしてイギリス国防省が指摘していて、この攻撃の規模が2023年になってからロシア軍が仕掛けた攻勢の中でも最も大きいとしているぜ。イギリス国防省の指摘によると、アウディーユカ攻略作戦に投入した戦力は複数の機構大隊とされ、3個機械化大隊約6000人規模以上としているほか、アメリカのシンクタンクなどでは2個機械化旅団約8000人との見方も出ているよ。いずれにしてもロシア軍は本気でアウディーユカ攻略を目指しているとみられ、この攻勢が2023年に入ってロシア軍が唯一攻勢に転じたとされている、ハルキウ州のクピャンシクよりもはるかに規模の大きい作戦であるとみられているんだけど、ロシア軍が数に任せた無謀な攻撃を展開しているとの指摘が多く出ているね。ロシア軍のアウディーユカにおける損害については、ウクライナ軍参謀本部がウクライナ軍守備部隊の頑強な抵抗の結果として、24時間で死傷者約900人を出す日があり、破壊された戦車が約50両に上った日もあると主張しているんだ。また、ウクライナのミハイロ・フェデロフ副首相が10月16日に明らかしたところによると、10月9日から16日までの1週間におけるアウディーユカの戦闘において、ウクライナ軍はロシア軍に対してドローンによる攻撃を実施したとして、ロシア軍が攻略作戦に投入した戦車75両と装甲車88両及び榴弾砲や迫撃砲など101門を破壊したらしい。さらにその他に、S-400 と見られる地対空ミサイル防空システム2機も破壊したとして、ウクライナ軍が西側諸国から供与されている巡航ミサイルやロケット弾などの長射程 GPS 誘導兵器のみならず、ドローンも駆使しつつアウディーユカに攻め寄せるロシア軍に大きな損害を与えていることを示唆したぜ。また、アメリカのシンクタンク戦争研究所は10月15日、ロシア軍がアウディーユカへの攻撃を開始してからの5日間で兵士の戦死傷者が4500人以上をとなり、戦車60両以上に装甲車も100両以上が破壊されたとする分析を発表したな。その上で、作戦に投入されたロシア兵の総数が7000から8000人であるとするならば、そのうちの約4500人が死傷して戦線を離脱したことで兵力の 55から65% を失ったことになり、わずか5日間でアウディーユカのロシア軍はほぼ壊滅状態といえ、アウディーユカ攻略を継続するのであれば新たに旅団規模の大部隊を投入しなければならない状況であるとしているぜ。さらにロシア軍が北東部ハルキウ州のクピャンスク方面において、ストーム Z と呼ばれる軍内部の懲罰兵と刑務所の囚人で編成された肉壁部隊を投入し続けているとして、ウクライナのシルスキー陸軍司令官が明らかにしたよ。ロシア軍はこのような懲罰部隊をロシア全土で編成して最前線各地に送り込み、ウクライナ軍に対して犠牲を顧みず肉弾攻撃を繰り返す人海戦術を展開しているとみられ、それはこれらの肉壁部隊が弾よけとなっている隙に、後方に待機していた精鋭部隊が攻撃に疲れ弾薬を使い果たしたウクライナ軍に攻撃を仕掛けて後退させる戦術だな。ウクライナ軍の反転攻勢作戦が本当に停滞しているとするならば、ロシア軍にこのような攻撃を仕掛けられた場合に阻止することは難しいとみられ、アメリカなどからの今後の支援策が明らかにされない状況が続けば、ウクライナ軍は厳しい冬を迎えることになるとの見方が出ているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。